そして7弾ということだそうで、志村さん、何寝てんすか？え、どうしたの？いや、何寝てんすか、ずっと。何？あれ？呼ばれたから来たんですって。これ何これ？いや、これだったら、ほら、だってやっぱ起こすからにはね、こう、しっかりと起こしたいなと思って、こうすごい火薬の匂いすごいっす。びっくりした。もうメガネ変わってんじゃねえかよ。おい、俺のメガネ、俺のメガネ、いや、案外しっくりきますね。案外しっくりきます。おいちょっとほらこれ返してみようよ。しょうがないですね。はい。ちょっと、嘘、びっくりした。何撮ってんだよ。冷静に撮ってますよ。おはようございます。現在時刻は朝の6時半です。早速、こちらの鍵を使って部屋の方に入ってみたいと思います。さあ、すでに。無駄な対策をしております。さあ、じゃあ静かに行くぞ。開けました。これ無駄すぎでしょ。さあ、見てください。これはどういうことでしょうか。果たして
ててそんなことに言うわけねえだろ。おはようございます。おはよう。おはよう。どうですか今の気持ちは。もうとりあえず君たちがうまいこといろいろハマってくれてありがとう。逆に思ってるよ。いやしてやられましたね。じゃあ、今回は、寝起きドッキリできなかったんでまた次回リベンジいたしますので、下野さん覚悟しておいてください。もうこの髪型だけでもう許してくれよ。グッドモーニング、下野。カジの声のお目覚めはどうだ、足物。なんすか、これ。すごいだろ、このスタッフ。バカだろ。そして、この機会にまんまと乗ってしまった俺も結構バカだわ。で、この時間で下野に何をさせようかというと、はい、よし、気を確かに持って。なんすか。朝一の声優体操をやってくれたって。やっぱり今の時間6時半なんだよ。夏休みのラジオ体操ってこの時間だろ。さあ元気にやってみよう。バカじゃねえの。ちょっと待てよ、マジか。ひでえ企画。ミステリーサークルでございますね。これどういうことなんですかね。あちらご覧ください。なぜか絵が傾いてるんですけども、これはどういうことでしょうかね。さあそれでは早速本日のメインイベントに行ってみたいと思います。皆さん見えますか。照明
芸術と言っても過言ではないですね、これは。ええ、近代アートですね。すごいことが起きております。このドッキリを予想したかのようなこのタオルで隠してますね。いや、これセクシーですよ。いい音でございます。笑ってます。さすがスマイルデイズ。これさすがスマイルデイズですね。島野さん、何の夢見てるんですか？鳩宗兄さん、鳩宗兄さん、ほろーあ、おはようございます。反応しちゃった。おはようございます。何なんすか、なんすか。しょうさん、見てください。チャンス、チャンス、チャンス、しょうさん、てってりー勘弁してくださいよすごいですよ、しょうさん寝ながら足に歯ブラシがついてあります。何これ。え、ちょっと下さんが磨いた歯ブラシをちょっと何これ。そして性格隠したのにそれは自分、それは自分です。それは自分です。そうだね、はい。これどうでした。これ辛いな。辛いってどう辛い。いや、なんかドキドキするし、すごいね、緊張するんだよね。する。布団に入ってて、そのリアクションしてるのが面白くて、自分も笑っちゃうんだよね。笑っちゃう、笑っちゃう。ということで、はい、以上、やらせ寝起きドッキリのコーナーでした。でした。以上、癒してアゲライトでした。バイバイ。あ、お前、おい、何食べ